コロナ禍で高校時代を過ごした生徒たちを捉えた写真です。で、入学式、遠足、あ、だから遠足も 1,2 年生だけになっちゃったんだね。この春卒業した高校生のアルバムは例年とは違っていました。3ヶ月とか休校になって、高校最後の思い出がほとんどなくなったし、去年1年は多くの行事が中止になったため、3年生の写真はほとんどありませんでした。特別な企画を考えていたのは福岡パルコの山崎さんです。卒業写真っていうのが、まあ、ちょっと寂しいものになっちゃってるのであれば、まあ、僕らパルコとしていろいろ得意であるそういうビジュアル写真っていうものを、パルコらしい卒業写真を撮ってあげようと思って、福岡市中央区の若葉高校をこの春卒業した岡橋小雪さん、ダンス部の元部長です。部長って思っているより辛くて、その苦しくて孤独な役職で、若葉高校のダンス部っていうのはすごい伝統がある部活だし、若葉高校のダンス部は全国大会常連校で、これまで数多くの成績を残してきました。しかし大会がなくなってすごく辛かったし、目標もなくて、みんなに前向きな言葉をかけて部員のモチベーションを上げました。そんな中、部員が再び一丸となったのは、新たに計画したダンス動画の撮影でした。コロナが流行ってこういう難しい状況になったことで、逆にコミュニケーションっていう大切さも知ったし、私が前向きになってみんなをまとめれたのかなって思います。陸上部に所属していた宮原萌さんも同じような悩みを抱えていました。目標だったインターハイもなくなって、休校期間が一番辛かったんですけど。力強く投げれていますね。練習が一人で辛い時、支えてくれたのが顧問の先生とのやり取りでした。下半身は斜め45度ぐらいで、かかとに乗せてしっかり走る。ファイトです。先生が一人一人にちゃんとメッセージを返してくれたり、励ましてくれたりしてくれたから、自分も頑張らなきゃって思って。撮影当日準備されていたのは、彼女たちのためにプロのスタイリストが選んだ洋服。前のめりに笑ってる感じです。そう。いよいよ思い出の詰まった学校での撮影会が始まります。参加したのは9人の卒業生。それぞれの部活などにちなんだ場所で撮影していきます。この日はメイクやヘアメイクもプロが。思い出がなかなか作れないことに対しての、そこに協力できることあればぜひと思って参加させてもらいましたね。ダンス部の部長を務めた小雪さん、初めてのプロのメイクに緊張の様子です。眉毛が私の写真見たときに見えました。すごい良かった。っぽい感じになかったので、いつもと違う眉毛に。衣装には小雪さんが挑戦してみたかった洋服を選んでもらいました。これから先、ファッションにメイクに自由で明るい生活を送ってほしいと、プロたちの思いが写真に込められます。いい思い出が作れたかなって思います。メイクしたり、ヘアのアレンジしてもらったりして、モデル気分も味わえたかなって思います。せーの。あ、いいね、いいね。陸上部の萌さんの撮影場所となったのは、何度も練習で使ったトラック。
いや、それが待てるのがいいね。あ、いいね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 、はい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 。恥ずかしい。え？見えっかな？どうすか？おぉ、すごい。自分たちはコロナだからこそこういう貴重な経験ができたし、なんか、決してなんかこの1年が無駄ではなかったなって思いました。